い、こんにちは。自営業専門税理士川見奈美です。本日の動画は、最近副業が流行っている、自分も副業をやってみたいと思っている方に必要な動画となっております。私はオンラインサロンの運営といろいろと SNS をやってます。またビジネス書を2冊出版してます。どれもすべて概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。それでは本日の動画、副業について何を準備すればいいのか一緒に勉強していきましょう。はい、本日の動画は、副業したい、知っておきたい事前準備とお金の話について解説していく動画になっております。本日の内容です。最近副業ブームで、皆さんですね、副業したい、収入アップしたいと考えている方非常に多いんではないでしょうか。本日はそのような方向けの内容になっております。まずはじめにということで、副業について、次に副業のステップ、どういったステップを踏めばいいのか、そして副業に必要な準備、特に事前準備の部分について本日ピックアップして説明をします。そして最後、副業の確定申告について重要なルールがありますので、こちらのルールの方最後解説します。本日このような流れでいきますので、ぜひ最後までご覧になってください。はい、はじめにということで、皆さんね、副業ブームがあることで、何かしら収入アップしたいなということで副業を考えている方最近多いのではないでしょうか。まず副業の目的なんですけども、皆さん余ってる隙間時間や今持ってるスキルを活用して臨時収入を得たりとか、またですね、今稼いでる年収プラスアルファ、もうちょっと収入があったらいいのにな、収入アップしたいなっていう目的で始める方が多いんではないかと思います。副業というのがですね、結構スタンダードというか認知度が上がってきてですね、やりたいと思う方は非常に多いんですけど、それに関していろいろな質問や不安が出てくるというのがこの副業周りではないでしょうか。例えば経理や税金がわからなさすぎて不安、要は会社員にいるとですね、会社が年末調整をしてくれて、税金や確定申告についてですね、自分でやるとか学ぶ機会がなかなかないため、このあたりが不安に思う方が多いです。次に事前準備、何をすればいいのか、また何からスタートすればいいのか、質問や疑問が出てくる方が多いです。そして3つ目、副業でも経費って計上できるのかどうか、こういったさまざまな質問や疑問を出てくるのが副業スタートアップ時期だと思います。その不安を解消するために、本日の動画はですね、副業をスムーズにするためのコツを紹介していきたいと思います。次に副業のステップなんですけど、どのように副業をスタートしていけばいいのかというような、ちょっとした目安というか、ハードルを低くする方法を紹介します。まずステップ1、まずは何はともあれですね、何でもアクションを起こさないと、また行動を起こさないと人生というのは変わりません。収入もアップしません。なので、まず副業の第一ステップは、やってみるということが非常に大事になります。そしてよくですね、 SNS や他の方が副業で月100万稼いだみたいな大きな話を聞くことが多いと思います。でも皆さん、目標はなるべく小さく、最初の目標値をぐっと下げるということは私は強くお勧めしています。どれくらいの目標値をまず持てばいいのか、月5000円から1万円スタートで十分だと思います。副業でね、月5000円プラスアルファになったとしたって、あんまりトータルの収入がまた生活レベル変わらないじゃんって思う方もいるかと思いますけど、まず最初のステップはやってみるということと、最初の100円、最初の1000円を稼ぐということを目標にしてやってみてください。月5000円もしくは3000円といってもですね、皆さんよく考えてみてください。ランチ1回分自分で稼いだ初めてのお金で食べるランチ、格別になります。ランチ1回分になれば大丈夫ということで、最初の目標値をぐっと下げるということを推奨しています。というわけで、最初から目標金額を高くせず、ステップ1はまずやってみる、アクションを起こしてみるということが非常に大事になってきます。次、ステップ2です。自分で稼ぐ練習だというふうに思ってください。ステップ1でまずアクションを起こしてやってみたところ、次はですね、自分で稼ぐ練習、経験値を踏むということを目標にやってみましょう。これどういったことかと言いますと、自分の力だけで仕事を受ける練習、また仕事を自分だけで引き受けるということが、こんなに様々ないろいろとしなければいけないタスクが発生するということに皆さん気がつくと思います。そういったことを踏まえながら、徐々に徐々に経験値を踏んで、自分で稼ぐ力をつけていくというのが、次のステップ2の目標値にしてみると、副業というのはうまくいくんじゃないかなというふうに見ていて思っています。そして最初はね、月1000円とか5000円でスタートした方が、徐々に月が3万円になり、5万円になり、月10万円になるという感じで、だんだん金額がステップアップしていくという流れに行くことに
になります。次10万円ぐらいになってくるとですね、年収がプラス約120万上がることになりますので、ここまで来ると結構生活レベルやまた自由に使えるお金の金額が上がってくるので、副業もやりがいが出てくるのではないでしょうか。では次に副業をするにあたって事前にしておいた方がいいこと、準備しておくべき項目を順番にスライドを使って解説していきます。はい、副業をしたいけど事前準備何をすればいいのと思っている方、順番に紹介していきますので、引き続き動画の方をご覧になってください。副業でやるべき事前準備、まず就業規則の確認をしましょう。これ意外と皆さん抜け落ちちゃうんですけども、自分が勤めている会社がですね、副業が OK なのか NG なのか、そしてどれくらいそのルールが厳しいのか、ある程度許容ラインがあるのかというのを必ず確認するようにしましょう。これどういったところで確認すればいいのかというと、会社にある就業規則などを確認すると分かる時が多いです。勤務先の副業のルールをきちんと確認するということがまずやるべく準備となります。こちらもですね、副業禁止だと思っていたんだけども、よくよく確認をしたら今はルールが変わって OK になっていたとか、禁止というような項目で前面には出しているんだけども、よくよく経理や総務の方に確認したら、このパターンはいいですよとか、ここのぐらいの範囲ならセーフですよというような細かいルールや知らないルールがある場合が多いので、必ず皆さんご自分の会社に確認をしましょう。副業が絶対に禁止のところで副業をしてしまってバレてしまうと、後々ですね、自分が後で後悔することになったりとか、やらなければよかったという風になりますので、ここは最初にしっかりと確認することをお勧めしております。次に2つ目にやるべきこと、本業への支障を考慮しましょう。本業へ迷惑をかけてしまったり、副業のね作業が本業の方に食い込んできたりすると本末転倒です。これを防ぐためには何をすればいいのかというと、ご自分がしたい副業の作業量をしっかりと把握すること、またこの仕事をするためにどのくらい時間がかかるのかなど、作業量と時間配分を必ず見積もるようにしましょう。そしていつ自分はこの副業の時間が確保できるのか、会社が終わった後なのか、週末のみなのか、そのあたりもしっかりと自分の中で確認をして洗い出すということをしておきましょう。そして3つ目です。こちらメールアドレスの作成をしましょう。仕様と分ける必要があります。このメールアドレス、仕事用のものをですね、最初から持っておくと、後々あ作っておいてよかったなと思う場面が必ずやってきます。仕様と区別するためにも、またですね、仕様と一緒になってると、ふとした時に覗かれた時にですね、あこの方なんか副業されてるのかなっていうバレる要因にもなりますので、メールアドレスというのはオンとオフを分けるためにも、仕事用のアドレスというのは持つことを強くお勧めします。そしてメールアドレス以外にですね、連絡手段がある方は連絡手段を作っておくというのも一つできる準備なのではないでしょうか。例えば SNS の DM や、またオンライン対応できる Zoom などなど、こういったオンラインの打ち合わせが入ってくることもありますので、最初からですね、こういうものを準備しておくと、いざ仕事の依頼があった時にスムーズに慌てることなく対応することができます。メール以外の連絡手段を確保しておくことで、新しい仕事が入る可能性は上がります。はい、そして次4つ目、非常にここ重要です。専用口座とカードの作成をしておきましょう。副業の段階ですと、まだここまでしなくてもいいんじゃないという声も聞こえてきそうなんですけど、私は個人的にもうこの副業の段階でしっかりとお金の管理をしておくということを強く勧めています。これどうしてかというと、副業スタートした後にですね、徐々に事業規模が、ビジネスの規模が大きくなってきて、じゃあ開業して個人事業主でやろうと思った時にですね、移行がスムーズになるからです。この専用口座とカードを作成することで、プライベートとこの仕事を明確に区別するという癖をつけるということが非常に大事なので、おすすめをしています。仕事用の銀行口座、そしてできたらカードも別途仕事用のものを持つことをおすすめします。これは何も全て新しく新規に作る必要はなくてですね、使ってない口座や使ってないカードがあれば、これをビジネス用にするというふうに決めていただければそれでも構いません。必ず自分名義のものにしましょう。配偶者や家族の名前名義のものだと NG になりますので、必ず自分名義で作るようにしましょう。では次、残り3つ事前準備紹介していきますので、次のスライドに行きます。5つ目、契約書関連の書類を事前準備しましょう。
こちらどういうことかと言いますと、トラブル防止のために必要になってきます。ビジネスをするというふうになりますと、いろいろな契約書関連書類が必要となってきます。例えばキャンセル規定ですね。お仕事が決まった後にね、ドタキャンがあるとかキャンセルがあった場合に、いつまでだったら返金可能なのか、それともキャンセルはいつになったら NG になるのかなどなど、そういったことをしっかりと事前に定めておかないとですね、いざとなった時にお金の回収ができなかったなどなど、後々後悔することになります。また支払い時期というのもきちんと決めておきましょう。いつ締めのいつ払いで動いていくのか、こういった経理のルールというのを定めることも非常に重要になっています。おそらく皆さん、自分が働いている会社、きちんとこういった書類準備してありますし、キャンセル規定やこういった経理の締め日などなどしっかりと決まっていると思うんですよ。この決まっているということはですね、やはり必要だから、こういった世の中会社というのは規定が設けられているわけです。なのでしっかりとこのあたりも自分が前もって準備しておくようにしましょう。他に必要な書類として、料金表を作るということもおすすめします。いくらでお仕事依頼できるんですかって言った時にですね、料金がパッと言えないとか、いくらなのか決めてないというふうになりますと、やはり不信感にもつながりますし、なかなかね仕事が決まりきらない理由になります。こういった料金表、また業務の詳細、どこからどこまでは入っていて、どこからどこの仕事は除外になってプラスアルファ料金が発生するのかなどなどの、きちんと詳細を決めておかないとトラブルの元になります。またトラブル防止のため契約書などを交わすというのもですね、皆さん会社に勤めていたら多々あることだと思います。やはりこういった契約書関連書類関係というのは事前に準備しておくに越したことないです。では次に6番目にするべきこと、請求書や領収書の準備をしておきましょう。請求書や領収書というのはビジネスをスタートすると必ずいつか取り掛からないといけないものになります。ですので事前に準備をしておいて、さっと出せるようにしておくとですね、仕事もスムーズですし、慌てることなくできるかと思います。こちらはですね、いろいろこの請求書領収書についてはひな形も落ちてますし、そういったものから拾っていただいてもいいですし、ご自分で、パソコンなどで作成してもいいです。また今は便利なサービスがありまして、こういった請求書の作成を作れるサービスというものがあります。こういった請求書サービスを使うというのもありかと思います。無料版、有料版といろいろあるんですけど、月に何万円までは無料などなど、いろんな形がありますので、自分に合ったこういった請求書サービスを使うのもありかと思います。そして最近はですね、会計ソフトの中にそういった領収書請求書を発行するサービスがついているものも多いですので、うまく使ってスムーズな領収書請求書を発行できるように準備しておきましょう。はい、そして最後が経理準備になります。副業を始めたらどういった経理の準備が必要になるかと言いますと、収入の集計と経費の集計が副業の確定申告には必要となってきますので、この2つの項目はしっかりと把握できるように、また数字をすぐに出せるようにしておきましょう。この集計は Excel でも構いませんし、また先ほどから紹介している会計ソフトを使うのも一つの方法だと思います。ただし副業の場合ですと、まだそんなに規模が大きくない方はですね、会計ソフト使うまでもないなという方は Excel やメモ、また簡単な表で売上と経費、何にいくら使ったのかが分かるように、きちんと金額が集計できるようなものを準備しておけば十分じゃないかなと思います。もちろん先を見越してですね、今から会計ソフトを使う練習がてらということで導入するのは全然ありだと思います。はい、そして最後重要な点なんですけど、こういった収入、売上の入金や、また経費をいくら使ったか、レシート領収書というのは必ず証拠として保存しておいてください。捨てるということはですね、ご自分の身を守れないことになりますので、しっかりと保管をするということだけ最低限覚えて対策をしておきましょう。さて最後に、次に気になる副業の確定申告は独特なルールがあるので、こちらについて紹介します。はい、それでは皆さんが気になっている副業の確定申告の重要なルールについて解説します。副業には重要な確定申告の特別なルールがあるんです。ここしっかり押さえておきましょう。副業というのは雑所得という収入に該当します。実は副業というのはですね、確定申告不要の特別なルールがあるんです。こちらしっかり押さえておきましょう。まず要件は、一箇所からの給与所得、これ本業ですね、自分が会社に勤めているところの給与所得が一箇所の場合です。給与所得が一箇所で、さらに給与所得以外の所得の合計がですね、
20万円以下になる場合には確定申告しなくていいですよという特別なルールがあります。もう一度繰り返します。一箇所から給与をもらっている、例えば会社に勤務されている方がですね、何かしら副業をしていて給与所得以外の収入所得を得ているとします。そうするとその所得がですね、20万円以下なら確定申告は必要ないですよというルールなんです。ここ結構大きいのでしっかり押さえておきましょう。そしてこの所得20万円というのはどこの数字のことを言っているのか今から解説します。この所得20万円というのは売上ではありません。収入売上からかかった経費、必要な経費を引いた残りの所得、ここが20万円以下なら確定申告は不要ということになります。なので売上が30万円あるからもうダメだというふうに思わないでください。これ1点注意点なんですけど、副業の方の特別なルールになります。個人事業主や自営業の方はですね、違うルールで、また確定申告が必要なのか不必要なのかが変わってきますので、ここきっちり押さえてください。副業の方の独特なルールとなっております。でここまで聞くとですね、ちょっとわからないという方に向けて具体的な例出したいと思います。例えば会社員をしながら副業で月3万円収入があった方を例に出します。そうすると月3万円になりますと年間36万円収入があることになります。で例えばですけど、仮に経費が20万円かかったと仮定します。そうするとこの方は36万円から必要経費を引いた金額、所得がですね16万円になります。そうするとこの所得16万円は所得20万円以下に該当しますよね。そうすると今回この方のパターンでいくと、確定申告は不要しなくていいですよというルールに該当するということになります。やはり皆さんが副業するにあたって一番ハードルが高いなと思っているのが税金確定申告だと思うんですけど、副業はこういった小さい規模の時にはですね、所得20万以下なら確定申告不要というルールがありますので、比較的スタートしやすいんではないでしょうか。もちろん確定申告不要だからといって、先ほど言ったレシートや領収書の保管はきちんとするようにしましょう。本当に必要経費がいくらかかったかっていう証拠になりますので、その証拠を持って、あ、20万以下になるね、確定申告必要ないねという自分の身を守る大事な証拠となりますので、捨てないようにしてください。はい、というわけで本日は副業したい方向けに大事な事前準備と特別な確定申告のルールについて紹介をしました。はい、私はオンライン上に税理士を味方につけるということでオンラインサロンを運営中です。 Facebook の非公開グループで運営をしておりますので、ぜひ興味のある方リンクから飛べるようになってますので、詳細の方を確認してください。メリットは4つあります。まず1つ目、税理士専門家に質問をすることができるということです。こちら質問を文章で送っていただくと、私が文章でコメントで返すというイメージで質問することができます。チャットのようなイメージを持ってもらっていただけると分かりやすいのではないでしょうか。2つ目、起業家コミュニティということで情報共有の場として非常に好評です。こちらメンバー全員、もちろん副業してる、または自営業してる一人社長の方、起業家ばかりが集まっているコミュニティとなっております。そこでですね、同じ立場で情報交換ができる、同じようにビジネスしている方同士で情報交換ができるということで好評です。3つ目、記事の購読権利が特典についています。私が平日毎日各経理や税金、また SNS の裏側について投稿してるんですけど、そちらの記事を購読できる権利がついています。これ他には出してない情報ばかりですので、かなりお得だと思います。そして4つ目、 Zoom サロンの参加権利も特典としてついてきます。2ヶ月に1遍程度 Zoom 上で、皆さんメンバーと集まってお話をするんですけど、ここでですね、 Zoom 上で私に直接質問や相談することももちろんできますし、同じような働き方をしているメンバーさんに質問したり情報交換ができるということで非常に好評です。さらに詳しい詳細はオンラインサロンのホームページの方に掲載ありますので、そちらの方よく読みになってください。皆さんの入会お待ちしております。はい、私はその他 SNS もしておりますので、ぜひフォローの方していただけると嬉しいです。そして YouTube のチャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録と、またいいねやコメント感想いただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、
というわけで本日の動画以上になります。皆さん副業ブームがね来てですね、ほんと副業している方増えてきました。やはり皆さん一番の目的は副業することで収入をアップしたい、お金をより稼ぎたいというね目的の方が非常に多いと思います。最近日本はですね、将来が不安、またね老後が不安というところからですね、なるべく自分で稼ぐ力、またプラスアルファ収入を稼ぐ方法を身につけておくってことは非常にねいいことなんじゃないかなというふうに個人的に感じております。副業でですね一番やっぱり困ること、こういった経理や税金、また事前準備、何にすればいいのかっていうところだと思うので、今回の動画で取り上げさせていただきました。今後も自営業フリーランスに役立つ動画たくさん出していきますので、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。それではまたの動画でお会いしましょう。自営業専門税理士カメラミでした。またね。